勘定所は、江戸幕府や諸藩、旗本などにおいて、財政や民政を担当する役所、支配機構の名称。勘定奉行を長官とする場合が多い。職所、組織、設置年代などはそれぞれ異なる。一般的に、職務内容は、1、蔵入地の農政を司る、大官系統の職務年貢収納など、 2. 倉入地と地業地にまたがる業務を担当する軍奉行系統の職務触れの伝達、治安、治水、用水、神殿開発などに対別することができる。江戸幕府の場合は両系統が官定所に包摂されているが別機構になっている諸藩も多い。官定奉行を長官として勘定吟味役、官定組頭、官定、支配官定などで構成されていた。 役所は、木内の五殿勘定所と、大手門内の下勘定所の二つがあった。五殿勘定所は、五殿詰めと、勝手方とに分かれ、下勘定所には、取り下方、道中方、伺い方、長面方があった時点。その下には、さらにいくつもの業務が細かく、分化されていた。天奈年間以降に、軍代、大官の利量化が図られ、 官情奉行から大官に至る支配機構の整備が進められた。教法6年、勝手方とくじ方に分割された。教法8年、上方と関東の二元支配体制から部門を統合し一元支配となった。諸藩にも官情書は存在し、幕府の官情書と同じく藩の財政や租税徴収などの職務を担当していた。 感情書の最高責任者は感情奉行であり、藩の財政に関わる住職のため、藩内でも比較的価格の高い上司が認じられた。また、奉行の配下には感情法の役人がおり、実務に当たっていた。昭和期の実業家、工学者である、段拓間の養父である、段浪生は、福岡藩の感情奉行であった。ありがとうございます。